モイスの戦いは、7年戦争中の1757年9月7日、ハンスカール・フォン・ビンターフェルト率いるプロイセン軍が、オーストリア軍に敗北した戦闘。1757年6月、プロイセン軍は、コリンの戦いで敗北して撤退していたが、ロートリンゲン公師、カール・アレクサンダーとレオポルト・フォンダウン率いる、オーストリア軍にザクセンまで追撃されていた。 ブラウンシュバイクベイベルンコーアウグストビルヘルム率いるプロイセン軍本体はオーバーラウズイッツ、ゲルリッツ近くのランデスクローネさんに布陣した。一方、シュレージエンとザクセンの間で連絡船を確保していたハンスカールフォン・ビンターフェルト率いる一軍はナイセガーウガンのモイス村にあるホルツベルクさんを占領した。来たる戦いの契機となったのは 高級指揮官たちと今後の作戦計画を検討しようとしたベンツェル・アントン・カウニッツのヤウ・アーニック近くにあったオーストリア大本営への到着であった。7月9日、フランツ・レオポルド・フォン・アーダシュディヒキール兵士2万と大砲24門の軍勢はモイス近郊のプロイセン軍全省を攻撃する。彼はビンターフェルトがこの時点では 半マイル離れたゲルリッツの軍営にいるという状況を利用したのである。ビンターフェルトはオーストリア軍の来襲を知ると5個大隊を率いて急ぎ救援に向かった。そして劣勢であったにもかかわらずオーストリア軍をひとまず押し返す。しかしアウグスト・ビルヘルム港から追加の増援が届かなかったのでナーダシュディはプロイセン軍を迂回し背後から攻撃することができた。 ヴィンターフェルトは致命傷を負い翌日に没した。今日なお彼の記念碑が残されている。最終的にヴィンターフェルトの軍団は撤退を強いられた。ハンスカールフォン・ヴィンターフェルトの死によりアウグスト・ヴィルヘルム公は有能な顧問を失った。そして続く数週間にわたって9万に迫るオーストリア軍の追撃を受け補給を断た,たれながらも公は整然と撤退する。 プロイセン軍の撤退は、ラウジッツとシュレイエンを通り越して、ブレスラウの城門まで続いた。1757年11月には、要塞都市シュバイトニッツの疾患とブレスラウの戦いにおける敗北が続くこととなる。ありがとうございます。